かつてチームアンディに所属していたカナダのマイケル・マクドナルド。隠れた実力者が表に飛び出した形となったのはこの試合、極真会館ニコラス・ペタス戦だった。スピード対決と思われたが、マクドナルドが一歩リード、ペタスからダウンを奪っての判定勝利で注目度が一気に上昇した。よく耐えましたね。あの辺のね、あのクリンチの仕方とかね、回り込み方がね、やっぱ経験積んできてね、ああ来た、これは崩れた。マイケル・マクドナルド、5ラウンド15分間を判定で下しています。I have a really good feeling. I mean, sometimes you can have good feelings, bad feelings, but I got a really good feeling. You know, as long as I don't get injured or nothing bad happens in the first fight, then, you know, after the first round, basically, of fighting, after the bell goes and I start fighting, you know, and feel the power effect, power from somebody's punch or kick, you know you're in the fight. So, you know, either you back off or you go.And I plan to go forward. Mirko is strong. I know he likes to clinch a lot, which to me is like claustrophobic. I don't like people grabbing me. But I mean, I guess that's sort of a way to say, let me hold you because I don't want you to hit me, sort of thing. この試合は僕は勝つと思います。応援してください。43戦という豊富なキャリアを持つベテランは、驚異的なスピードを武器に敵の隙を突くのが本来の持ち味。それに加えてヘビー級のタフな戦いに勝つため肉体改造を繰り返し、ヘラクレスのようなボディとなった。その努力が花開く時がやってきそうな予感。メルボルンはマクドナルドにとって幸運の地となるか。No champion today. Yes. No.手続きボディ狙ってます。そうですね、ミルコタイガー用意してきた。 K-1 を支えるトップファイターたちを次々に撃破してきたミルコ・クロコップ。 K-1 新世代の中核メンバーとしてその実力は安定している。20世紀最強のキックボクサーピーター・アーツをも圧倒。グランプリ制覇という目標も手の届くところまで来た。2001年、ミルコはどこまで突っ走れるか。I feel good and I'll do my best to win this tournament and to go to Tokyo Dome in December. Nothing special, just one of the fights. I don't think he's a bad fighter, I just don't think too much about any fighter. Also. No, there are no such fighter. He's an excellent fighter, champion, but I'm not worried about him. When I start worried about my opponent, I will stop fighting. ミルコにとって、これまで3戦全敗しているホースとは、まさに天敵。トーナメント決勝までたどり着けばホーストが待っている。ホーストを倒すという最高の形で東京ドーム進出を決めたい
その余生を買って念願のグランプリ制覇を成し遂げたい。この1回戦からいいスタートが切れるか、メルボルンのファンもミルコに熱い視線を注ぐ。褐色のカナディアンスナイパーマイケル・マクドナルドです。残るはゴーストのみ。革命のターミネーターミルコ・クロコップがコールされました。さあ谷川さん、すでにホーストが順当に勝ち上がっています。あとはこのミルコ・クロコップがどんな勝ち上がり方をするか。今回 の, その1回戦のマイケル・マクドナルドのパンチの選手なんで、はい、これはパンチ対蹴りの対決なんですよね。かつ両者ともこうスピードは随一ですからね、はい、過去3戦全敗を喫しているホーストの首を狙うミルコ・クロコップ。しかしそのホーストと対戦するには決勝まで勝ち上がらなくてはなりません。まあ、ミルコは唯一勝ってない選手なんですよね、ホーストは。そうですよね、はい、しかしその前には初戦マイケル・マクドナルドが立ち戦ります。さあ第1ラウンドです。2001年クロアチア革命のターミネーターミルコ・クロコップの初戦です。もう本当にマイケルはスピード速いですからね。そうですね、それをいかにあのミルコはですね、パワーで押すかっていうところだと思うんですけど、はい、確かにあのマイケル・マクドナルドも、まあセフォーをはじめとした一戦級の選手からは白星がありませんが、この選手のスピードだけを取り上げればもうこれはトップクラスということになりますよね。そうですね、本当にアンディ・フグもずっとスパーリングパートナーをやっててですね、アンディがパンチを上達したのはこのマイケル・マクドナルドがいたおかげでもありますからね、はい、しかしこのマイケル・マクドナルドを下さなければミルコ・クロコップ当然ホーストとの決勝の舞台に勝ち上がることができません。はい、狙っていますミルコ・クロコップ、左腕を引いています。じりじりじりで追い詰めてますね。プレッシャーかけますよ。右右右、おっとマイケル・マクドナルド右のフック、右のストレート、右のストレート、マイケル・マクドナルドの右に入っている。あーダウンや、なんとミルコ・クロコップがダウン。聞いてますね、ダウンを奪ったのはマイケル・マクドナルド。聞いてます、聞いてます。ちょっと危ないですね、ちょっと危ないですよ。危ない、さあ危ないです。左フック、2回のダウンだ。なんとミルコ・クロコップ1回戦敗退。危ないですね、危ないですね。広い厳しくいったんですよ、そこを右のパンチが効いちゃいましたね。あれが右の、ミルコ・クロコップなんとこのメルボルントーナメント1回戦で姿を消しました。これは石井館長ちょっと言葉もないような、テンブルにね、ショートの右フックが入ったんですね、はい、カクッとしたんですね、ちょっと余裕を持ってですね、首相撲行き過ぎちゃいましたね。今のショートのですね、この大会、こちらのブロックはミルコ・クロコップの決勝勝ち上がりはほぼ間違いないであろうと、ここですね、話もあったんですが、このラッシュです。最初の首相撲の時の右フックが効いちゃってるんですよね、これ避けるのが精一杯ですからね、はい、なんと試合は第1ラウンド、ミルコ・クロコップが何にもできずに姿を消しました。ホーストとの決勝戦を誓っていたミルコ・クロコップ1回戦、マイケル・マクドナルドの前に衝撃の1回戦1ラウンド KO 負け。ミルコ・クロコップはこの初戦で姿を消します。クロコップを下したマイケル・マクドナルド、いやこれは谷川さん、確かにキャリアある選手ですが、波乱という言葉ではもう表しきれない、そうです、ね、大きなドラマが起こりました。ちょっと過信したような気はしないでもないんですけどね、ミルコ・クロコップ1回戦敗退、マイケル・マクドナルドが勝ち上がりました。準決勝を前にじっとミルコ・マクドナルド戦を見つめるホースト。
決着がついたと見るやすぐにウォーミングアップ。トーナメントの勝ち方を熟知した王者の振る舞いだ。ノーインタビュAnybody would be very happy with that. I wasn't expecting a quick finish because mouthpiece up there. Because Mirko is such a strong fighter, so I thought, you know, probably go a little bit longer. But in the clinch, when he was breaking, he had his hands up, but I think he braked on his own. So the ref didn't say anything, and the name of the game is the fight. So I just.Do what I have to do to win. Yeah. How do you think we Aussies are handling you guys? So far so good, I guess. A couple things that happened that I didn't want to let affect me in the fight, but what was that? It's minor. But I didn't want it to affect me as far as concentrating on the fight. So. I certainly won't say anything that's going to affect you. So. Oh, sure you won't. We win the $1 million.Yeah, hope so. I'm praying for it, but I'll do my best. That's all I can say. Beautiful. Kegawa nai. Chotto, kono yubi wa chotto itai demo daijoubu. Miyashi. So. Stamina wa? Stamina wa aru yo. Demo sake no shiai wa chotto sukunai dakara, stamina wa zenzen tsukatte nai desho. Ima, daijoubu.素晴らしい手応えですね。はい、僕嬉しかったよ。日本、後でね。頑張ってください。はい、ありがとうございました。敗戦のショックにうなだれるミルコ・クロコップ。丸くなった背中が自らが犯した過ちの大きさを物語っている。